え、どうも、お疲れ様です。東京都知事選も終わりまして、縁も竹縄というね、ことだったんですけども、いや、ここでね、一つ、まあ皆さんいろんな思いがあると思いますけども、なんであの人が知事やるんだよ、とかね。もしこの人だったら東京終わっていたよね、とかね。まあ今回はね、私の方でね、こんな東京都知事は嫌だということでね、皆さんの声を集めてみました。よろしくお願いします。では、まず一枚目のシートなんですけども、はい。えー、公約が、 なんかちょっと危なっかしいことになってますね。まあ、こういうフリップは間違わないでほしいなと思いますけども、どうでしょうか。公約が東京大空襲3.0ってのは、これはちょっと勘弁してほしいですね。まあ、小池さんもね、何を言い出すのかなと思ったら、東京大改革だったんでね、あ、よかったよかったって感じですけども、本当に東京の大改革を進めてもらいたいと思います。で、 一発目の大改革としては、東京都知事が変わるってのはどうでしょうかね。このままだったらね、改革にならないんで、東京都知事を変えるっていうのが一番の改革の一丁目、一番地だと思いますけども、いかがでしょうか。はい、次行ってみましょうか。次。はい、東京都知事が答弁拒否ばかりで、ついでに差し入れの 弁当拒否までされてしまったというね。まあこれあんまり面白くないですね。答弁拒否ばっかりしてたら今度ね、弁当をね、拒否られてしまったという、なんかこう嫌がらせを受けたんじゃないかなっていう向きもないでもないですけども、次行ってみましょうか。次はこれです。はい。えー、東京都知事が暴露系 YouTuber だった。ガーシーかって。まあでもこれ結構いいですね。東京都知事が、東京、 都政のなんか裏話をどんどんん暴露してくれるというね、癒着とかね、なんか裏金とかね、こういうのをね、どんどんやってね、おらみたいな感じで脅してくるみたいなのはどうでしょうか、誰をいっか脅してるんでしょうか、よくわかんないですけどもね。はい、えー、次です。はい。犬猫殺処分ゼロ。達成したんですが、貧困でトミーが死亡しているというね、こういう都政はやめてほしいなというところですけども、まあ、綱吉かって感じですね。 生類、あわ湯の例っていうのがね、同じその江戸時代にありましたけども、ちょっとこういうのをね、復活させるのやめてほしいなと思うところですけども、皆さんいかがでしょうか。じゃあ次行ってみましょうか。はい。ファミリスで聞いたネットワークビジネスに参加したら、すごい人がアップにいるよ。 パイプががあるんだだよとと言われ、出てきたたのの現役の都知事だったということでね。いや、これはなんか力強いような、なんか、まあこういうふうなね、詐欺っぽいことやってないでもないのかなと思っちゃうんですけど、どうでしょうかね。いや、この話題は早々に次に移していこうと思います。次です。はい。あ、ちょっと似てますね。えー、仮想通貨を発行して、 公に売っていいたというねなんかとかドルっていうね暗号通貨を売ってるみたいですけどもこれで一発儲からず送り人だっていうねまあそのなんかパイプがなんか都知事だったみたいなことをねやめてほしいなと思うわけですけどもどうでしょうかねはいなんか有名人がねなんか暗号通貨を売ってそのままドローンしたみたいなことはあった,みたいなわけですけどもあれから皆さんえ平和にお暮らしでしょうか次ですはい選挙ポスター掲示板にヌードを掲載して怒られるというねまあこの方が 東京都知事にならなくてよかったなというところですね。またいつね、水着で脱ぎ出すのかわからないというような、そんな危なっかしいさもあったわけなんですけども、どうでしょうか。はい。じゃあ次行ってみましょうか。はい。えー、掲示板ポスター枠を1万円で売っているみたいなね。こんな都知事がいたらまたね、商売上手だなと思うかもしれませんけども、こんなのは何の投資にもなっていません。と <laughs> かね。これは、これ、ポスター掲示板撤去したら1円にもならないじゃないですか。みたいなこと言われるかもしれませんね。はい。じゃあ次行ってみましょうか。はい。中国にマスクをプレゼントした。 これはいたんじゃないですか、こういう人。で、今回もまた継続して都知事やるんじゃなかったですかね。うまあこういう人をね、やっぱり都知事に選ぶってことは、次、マスクが必要な時でも、やっぱりね、東京都民のことを忘れて、どん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 ,どんね、あの中国みたいなところにね、マスクをね、無償供与したりとかね、まあ、なんかこう、防護服までやってしまうみたいなこともあるかもしれません。皆さん、よろしいでしょうか。はい。次です。 都庁ではなく、自宅にプロジェクトマッピングしているというね。<laughs> じ自宅に人を呼んでどうするんでしょうかみたいなね、えー。しかもなんか2年で48億円かけたとか言ってね、なんかこう別の候補に言われて怒られてるみたいなところがありますけども。<laughs> はい、まあこれはね、まあ自宅でプロジェクトマッピング。まあイルミネーションとかね、クリスマスとかやってる方多いですから、その延長と考えられなくもないかなっていうところです。はい、次です。はい、こんな都知事は嫌だ。ドン。電通に思いっきり天下りしたというね。 私でもできた、シニアからの転職、応援しますみたいな感じでね、先頭を切って電通に行っちゃったみたいなね、まあ、これほどねあの、はっきりしていたらね、清々しいって逆にそう思っちゃうわけですけども、皆さんもね、こういう風な東京都知事になってみたいですかはい、次です、あと2つです、はい、電車内でプロレスラーに空手チョップしたって、これもなんか最近聞いたような話題があったんですけども、どうでしょうか、皆さんも聞いたことないですか、はい、そして極めつけ、最後です、はい、こんな都知事は嫌だ。 カイロ大学主席卒業だったというね。もういいよって感じですけどもね。<laughs> いかがでしょうか今回はこんな土地や嫌だでまとめてみましたけどもね。まだ続編もやろうかと思いますのでよろしくお願いします。